久保建英がバルセロナに見つかった。見つかったも何ももともとバルセロナにいたんですが、それは、スペインメディアのアスが情報を報道すると、各メディアが騒ぎ出した。見出しはこうだ。シャビは竹久保に恋をし、ラポルタに彼をバルセロナに加入させるように頼む。あの人財政関係なくシャビが求める選手連れてくるからね。せがむのはやめて差し上げろ。まあ、実際にそう言ったわけではなく、あくまでも表現だけどな。もともと久保はバルセロナ下部組織にいて、バルセロナがルール違反をして13歳で日本に帰国せざるを得なくなったのよね。そう。18歳未満の選手の補強、登録に関する制裁で久保がその影響を受けるというなんともかわいそうな。その後レアル行って、レンタルでマジョルカいた時は奴らブーイングしてたからね。こっちがブーイングしたいんじゃ。まあ、お決まりみたいなもんだから。メディアは今シーズンの久保について触れながら、シャビは気づかずにはいられなかったし、もしバルセロナが彼と契約したら喜ぶだろうとしている。気づかなかったら鈍感にも程があるんだよな。ただ、記事は久保が2027年まで契約を結んでいること、契約解除金が約84億円であることなどでバルセロナは大きな放出がない場合払えないとしている。みんなそう思ったところに大量獲得するのが今のバルセロナさんやで。というかレアルマドリードが優先的に交渉できる条件あったわよね。そう。それに加えて他クラブに移籍した場合でもレアルに移籍金の半額が渡る契約になってる。レアル完璧で草。さらにはそもそも久保がレアルソシエだから出る意思がないことにも触れていて、出場機会も気にしてるんじゃないかとしている。それでもラポルタはシャビの希望にかなり気を使ってるから、今後の動向は見てるだろうな。気を使ってるというか、シャビのためなら見境ないレベルだけどね。まあでも、最近の久保の活躍を見てたらそういう話が出ても驚かないわね。みんなはこの話どう思う？高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を教えてくれ。ちゃっかりしてんな。それではまた次回。